東京都は今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに182人確認されたと発表しました。都内で今日感染が確認されたのは182人で、昨日の95人から87人増えて、再び3桁となりました。年代別では、20代と30代が82人と 45% を占めました。重症者は昨日から4人減って34人となりました。小池知事は今日、改めて夏の旅行や帰省について自粛を求める考えを示しました。